今回は、岸辺露伴、漫画家として最高のネタを掴んだぞ、に対する読者の反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。これマジで面白すぎるネタだな。ありふれた日常もの良い、スタンド。これノンフィクション。ここ最近の記憶が急に良すぎる。普通の男の子かと思ったら異常すぎる。脚色しなくてもそのまま主人公で使えるぞ。光一くんは丈介と主人公変わっても全然いけるキャラしてる。いや丈介が主人公なのがダメというわけではないが。光一くんはヒーロー的なキャラクターだからな。ここの露伴ちゃん少年みたいなキラキラした目してるな。普通の生活を送ってたのに、ある日突然めちゃくちゃな事件に巻き込まれてるのも漫画力高くて最高のネタだ。後ろの桃太郎から守護霊がビジョンとして現れて敵をぶん殴るを思いついた時は、こんな感じだったのかな。狭間だってスタンド使いなのに、臆病だけどいざって時は勇気を出して行動できるのも最高に主人公。仮にスタンド能力持ってなくても主人公の友達キャラとして超使える性格してる。丈太郎とジョセフの記憶読んだらすごいことになりそう。実際 ASB とか EOH の掛け合いだとめっちゃ丈太郎の記憶めっちゃ欲しがってるよね。露伴先生の好むノリ的にはジョセフの若い頃の記憶とか最高の題材だよね。露伴ちゃん絶対ジョセフの記憶読みてーってなってたよね。波紋の師匠だと思っていたら母親だった。しかも最終決戦の場にパンティを持っていこうとした。ジョセフの見たら号泣しそうなのにな。ジョセフは若い頃は最高なんだけどこのジジイ浮気してやがる。石仮面、吸血鬼、柱の男、究極の生物、すごい、なんだこれは。しかしこの、ナチスの将校は一体。まあ、ナチスだしな。最初から好感度高かったんだな。面白いネタでバイプッシュ。ドラマ版じゃないけどしょうもない奴の記憶は読みまくってただろうからな。森王朝だし真っ当に好人物というだけでも珍しい。露伴ちゃんさてはジョセフの記憶読んだな。ジョースターさんは漫画好きだから単純にファンとしてスペシャルサンクスなだけかも。ジョセフが自分がコミック収集が趣味なことや露伴ちゃんの作品のこと聞いたときは、アメリカ人はセンスがダサいからか英訳はされてないみたいにツッケンドンな態度だったから、その後に書かれてない日常の中でいろいろあったのかもな。なんか雑談の中でなラジオ関連のことやジョースター家の話とかボロッとするだろうし、露伴ちゃんが信じられないみたいな態度でうまく誘導すればジョセフは読ませてくれそうではある。スタンド使いになる前までの光一くんの経歴や性格とか心理をもとに創作したキャラを、ピンクダークの少年にぶち込むだけでもまあいい感じになりそうだもんね。原稿も見えないほどぶち切れるとか漫画のネタとしてはかなり美味しいからな。自分が異常なことには気づいていない。自分が最高のネタとは思ってないのかな。ナルシスト入ってるし思ってるか。お嬢から自分の幼い頃の話を聞かされるまではレミさんのこと忘れてたり、一応、自分の記憶や過去は読めないから。光一くんがうっかり忘れてた丈介の髪型の情報とかも書かれてないし、ジョセフの本読んでも微妙そうだ。四部のジョセフはボケてるからな。ヘブンズドアーでページめくっても字が滲んでるとかありそう。至るところがボロボロで虫食ってるとかなってそう。だけどシーザーやリサリサの頃のはきちんと劣化した箇所が丁寧に補強されてたりして。よく考えるとこれ以上ない作者の自画自賛。よく考えたら荒木先生が作り出したスタンドという概念を、自作の漫画家キャラに最高だ。って言わせるのものすごい自画自賛よね。一歩間違えたら寒くなりそうなのに全然鼻につかないのはスタンドの発明がマジですごいからだろうか。スタンドの概念というか、丈介と丈太郎に出会ってからの光一くんの体験そのものに関することだと思う。自分の現実的な日常の裏でドラマや漫画の中みたいなすごいバトルが繰り広げられてたってことだし。実際めちゃくちゃ面白いからな。実際面白いっていう説得力があるからすげえ。漫画家キャラを漫画内に出してしかも天才漫画家って設定なのに、肩書きに負けない感じがあるのはすごい。全然内容知らないけど、多分ピンクダークの少年絶対面白いのは伝わる不思議。ピンクダークは面白いけど食わず嫌いしてる人も相当多そう。作中の読者コメントに絵柄がキモいとか言われてたからな。ピンクダークの少年がどんな話なのか一度も作中に出てこないのうまいバランス。ただ出てくる絵はエキセントリックで、ついでに一部の人には生理的に受けが悪い漫画って事実まで出してて、ジョジョだこれ。物語の中にも読者が冷めない程度に納得させるようなリアリティを求める露伴先生には、ちゃんと証拠も実在する超能力バトルの記録とか最高のネタだもんな。
どれくらい最高のネタかというと、このネタをベースに30年は持つくらい。6部作品かけるくらいの題材だぜ、露伴先生。漫画家どころか物語を創作する者にとって最高のネタすぎる。チープトリックで散々ひどい目にあったのに、それでもなお好奇心を抑えようとしない露伴先生。そして出会う筋肉の神、あいつさばけないのずるくない？あいつ自身がスタンドパワー持ってるような神だからな、波のスタンド使いでも勝てねえ。ザランは大体露伴の自業自得だけど、相手自身は純粋な犯罪者だし運が悪いとも思う。光一が本当に読者に好かれるキャラになってるのがすごい。死んだ兄、慶長、にコンプレックスを抱いており、何かを決断するときいつも、こんなとき、兄貴、がいればなぁと思っている。挑発的に言ったのは露伴にしても内容は光一くんの認識である。丈介の髪型の悪口も光一くんのファイル見て言ってたよな。ただ、丈介くんは髪型をけなされると切れる、と書いてあったのか。露伴の言ったことがそのまま書いてあったのかは不明のままだ。普通は時間が経つとぼんやりしてくる写真とかが鮮明に写ってたりするあたり。本人の記憶や認識よりも、魂の記憶みたいな特別枠を参照してる気がする。実際、大成する漫画家たちはこのレベルの好奇心アンテナを張り巡らせているとは思う。世界中を旅したらスタンドじゃない怪奇現象がいっぱいだった世の中だったという。ノンフィクション作品の需要がだいぶ上がりそうな世界やな。信じてもらえるかは別として。露伴、これが最高に入ってやつか。怒られたのを作品に活かせると言い出した時に感動した。どこにでもいるようなごく普通の少年が、ある人ある人物と出会ったことがきっかけで、様々な不思議な体験をし、自身も不思議な能力に目覚める、めっちゃ王道じゃん。だがそれがいい。目の前にいたら吸血鬼や柱の男の記憶を見たがりそう。実写露伴は怪異とは遭遇したけど、まだ他のスタンド使いを知らんからその辺やるのか楽しみです。タイトルは光一の奇妙な冒険だ。第8部光一リオンの語呂の悪さ。光一くんは生涯スタンド絡みの事件に巻き込まれてほしい。旅費がなくなった光一くんがそのままジョルノの下宿に泊まって、なし崩しにブチャラキチームについてってコロシアムから生還するまでの F とか読んでみたい。光一くんはすごくいいやつで魅力に溢れてるからな。お金なかった時も世話になったし、主人公になったら読者からもすごく好かれるよ。丈介はクソ。一見ただのボケたじいさんにしか見えないのに、露伴が尊敬してるっぽいのは多分ヘブンズドアーで見たからだと思うよ。2部、不動産王の童貞、日本の女子大生との不倫。3部とこんな波乱万丈な人生を送った人なんていないよな。あるいは丈太郎から教えられたのかもね。各部の登場人物の記憶を読んだ時の反応を見てみたいわ。ジョセフは読ませてくれそう。丈太郎がダメっていうかもしれない。よく考えるとこれって自画自賛だよな。まあスタンドは本当に最高の発明だったから否定はしないが、スタンドというアイディアや光一くんの物語を褒めてるってよりは、世の中に自分の知らない道のパワーを使った冒険が繰り広げられてるってこと自体を、最高のネタ、って言ってるだけな気がするな。実際に大人気漫画だから反論の余地はないんだが、漫画家が自分の作品で、これは最高の漫画のネタだぞ。って自分のキャラに言わせるのって、それでもすげえ弾力だと思うわ。大体漫画家の各漫画家キャラクターって、締め切りに追われてボロボロになってたりと自虐ネタっぽいのが多いのに、露伴先生は綺麗な仕事場でアシスタントもなしに3日で原稿仕上げて取材旅行して悠々自適で自信満々なのもすごい。そのくせ、金やちやほやされたくて漫画描いてると思ってるのか、って切れるあたり、漫画家として納得のプライドの高さもあったり、漫画家の各理想の漫画家キャラクター、ってそうでいないレアキャラだよ。荒木先生にヘブンズドアーに仕掛けちゃったらそれが露伴先生最後の日。荒木先生自身がスタンドを思いついた時に金山掘り当てたと思ったらしいし。